ここは地球から遠く離れた惑星。惑星は大きなダイヤモンドのように輝いていました。その地上には美しい花々が咲き、その花畑の中で楽しそうにおしゃべりをする白い翼の天使と銀髪の若者がいました。二人は手を取り合って幸せそうでした。いつまでも 一緒にいたいね。ええ。あなたの手がとても温かいわ。咲き乱れる鼻の中で、しばらくおしゃべりをしていましたが、銀髪の若者は、天使の手をさすると。うん。日が陰ってきたね。今日はここで帰ろうか。うん。明日も会えるふふ。<laughs> 毎日会えるさ心さえつながっていればねそう答えると笑って駆け出していきました若者が手を振りながら去っていく様子を白い翼の天使は静かに見送っていましたそんな二人を木陰から見つめる不気味な黒い影がありましたそのの黒影の正体は、 目がつり上がり背中には真っ黒な翼がありましたまるで人間にカラスのような翼をつけた天使でした漆黒の翼を持つ天使は声をかみ殺すように言いました私も幸せになりたかった幸せな奴らそしてルーセント連邦の奴らも憎い 白い翼の天使は若者を見送ると。私もお家に帰ろう。立ち上がり、花畑を歩き始めました。しばらくすると、天使は誰か後ろからつけている気がしました。誰かにつけられている後ろを振り返ると、 そこには漆黒の翼の天使が立っていました。漆黒の、漆黒の翼の天使は、幸せそうな白い翼の天使を見ると、嫉妬で吐き捨てるように言いました。幸せな奴らが憎い。私も幸せになりたかった。白い翼の天使は驚き。あ、あなたは、確か。 そう言いかけたとき、漆黒の翼の天使の手が光ります。すると、白い翼の天使の頭が光り、まるで炎に包まれたような感覚に襲われました。何をするの頭が痛い。<laughs> 白い翼の天使が苦しみもだえていると、 白い翼の天使のブロンドの髪が黒くなりもぞもぞと動き出しました白い翼の天使は苦痛でその場から思わず逃げ出しましたその後ろ姿を見て漆黒の天使は笑いながら言いました <laughs> 私の悲しみを少しでも味わうがいいさ <laughs> 白い翼の天使は振り返り、漆黒の天使がつけてこないのを見届けると、湖の湖面を覗いて驚きました。ブロンドの髪は黒い蛇になり、目はつり上がり、口には牙が生えていたのです。白い翼の天使はショックのあまり、こんな姿じゃ、もうベランジェ様に会うことはできない。 そうつぶやきました。その時です幸せになりたい多くの命を幸せにしたいそう願えば魂は何度でも自由になれるのですよ白い翼の天使の耳元で誰かがささやいたような気がしました翼のない天使 第一章。企画、原作、清原敏夫。声の出演、ゆゆここは、昔々の中央ヨーロッパ。山と森に囲まれた国。ルーセント連邦。山が高く、牧歌的なこの国は、夏になると、 多くの登山者で賑わっています。この国には多くの芸術家たちが集まっていました。一見平和な国でしたが、ルーセント連邦を代表する天才画家、アルベルト・クリスチャンが名画、愛の女神を発表して以降、不幸な出来事が続いていました。アルベルトが名画、愛の女神を発表してから14年後の建国66年。 結核が流行。建国70年には、連邦を代表する音楽家、エルスナー・フランチェルが結核で亡くなります。建国75年、隣国のエミリアーノ公国と領土紛争。エミリアーノ公国は圧倒的な軍事力、豊富な工業力で、連邦の首都、ルベール市まで近づきつつありました。しかし、 ルベール市の東にあるミビウスの森で突如、悪魔が現れ、思わぬ敵の出現にエミリアーノ軍はたじろぎました。その時森に潜んでいたルーセント連邦軍が遊撃戦を仕掛け、損害を負いつつも敵将であるエミリアーノ4世に重傷を負わせ、国土を死守しました。重傷を負ったエミリアーノ4世は帰国後、 その時の負傷がもとで亡くなりましたそれから9年後のルーセント連邦建国84年9年前に勃発した隣国エミリアーノ公国との戦争でルーセント連邦は経済が疲弊していました不作の年はルーベル市と山あいの町エンジェル・マット・アルプの間にあるスミリ鉱山で働こうとする農夫が殺到していました 軍事物資を増産するために必要な鉄や銅を産出するための鉱脈があったからですこのメビウスの森の近くで開墾作業を行う大農家がありましたこの地方の大農家マティアは妻と実の息子預けられた娘が一人いましたこの地方の土地は痩せている上開墾作業も大変でしたそのため 多くの子供たちも両親と一緒に働いていましたルーセント連邦は急峻な山が多く耕作面積も限られていたのですどの農家も痩せた土地にある肥料不足に悩んでいました大農家マティアのもとで懸命に働く少女の名はバイオラバイオラはまだ8歳でしたが朝早く起き夕方は耕作牛に飲み水を与えるなど 忙しい毎日を送っていました。バイオラは切り倒した木を細かく刻み、汗まみれで木々を集めます。工作牛は硬い土を掘り起こし、懸命に開墾していました。マティアの鞭でピシッピシッと叩かれながら働く工作牛を見てバイオラは、工作牛さんも大変と、 小声でつぶやきました。バイオラのそばではヤギが草を食べながら、<laughs> と泣いています。マティアは樹木を切り倒し、工作牛と共に木の根を引き抜き、ヤギが食べた草原を開墾してゆきます。ルーセント連邦では開墾費用の一部は政府機関である農民連盟より助成金が出されていました。 しかし、その担保として、一定の食料納付が義務付けられていたので、開墾費用を受給している農家は、マティアのような大農家でさえも、懸命に働かねばならなかったのです。バイオラが枝を集め、束ねる作業をしていた時です。枝が縄から抜けて、バラバラになってしまいました。その様子を見たマティアは、ぐずぐずするな、バイオラ。食料を増産しないと、 農民連盟から助成金が降りないんだぞ。さっさとやれ。バイオラは朝から働き詰めだったため、ふらふらでした。すみません、お父さん。少し休んでもいいですかダメだ。期日までに開婚しないと助成金が降りない。食料の増産は大事だ。働け。ルーセント連邦では、子供たちも重要な働き手でした。戦争で経済が疲弊し、 食料の供給も不安定だったため、お腹を空かせている子供たちはたくさんいました。草を食べていたヤギがバイオラのそばに体をすり寄せ泣きました。<laughs> ヤギさん、明日は土地を開墾するから、今日はたくさん食べていてね。私を分かってくれるのは動物だけ。大変な開墾作業が続きました。 夕方作業が終わるとバイオラの手は乳で泥まみれになり荒れていましたマティアは汗をぬぐいながらふぅ <laughs> よし今日はここまで切り取った枝の一部は工作牛に積んで持って帰ろう完全に開墾するにはまだ時間がかかりそうだなふぅ <laughs> バイオラは疲れてめまいがする中工作牛に薪を積み込みましたそして牛にそっと言いました 牛さん、一日中働いてくれたのに、最後まで重たい荷物を運ばせてごめんなさいね。バイオラとマティアは、ヤギと工作牛を連れて家に帰って行きます。帰る途中、農道では、エミリアーノ軍が放った大砲の砲弾跡が残っています。マティアとバイオラが自宅に着いたのを見るなり、ママ母が、バイオラ、悪いけど牛に水をやらなければならないから、オケに組んできておくれ。 ママ母に言われバイオラはしぶしぶうなずきましたはいお母さん行ってきますバイオラは大きな桶を渡されるとメビウスの森へ向かいましたこの地方ではメビウスの森の中に美しい水源があるのです行く途中家の中では母が実の息子の頭にお前は勉強をしっかりしてこの農家をさらに大きくしておくれ と優しく声をかけている様子が見えましたバイオラは夕日の中大きな桶を持ちながらうつむき「ふうと大きくため息をついて「私は一生一りぼっちなのか」と寂しくつぶやきましたそして一緒に働いてくれる耕作牛やヤギを思い出し「牛さん今日も田畑の開墾を手伝ってくれてありがとう」 私の気持ちを分かってくれるのはあなたやヤギさんだけかも夕日の中一人水を汲みに歩いてゆくバイオラの姿を作業帰りの農民たちが見ていました農民とすれ違った後バイオラの背後からあの子は確か大農家のマティアさんのもとで働いている女の子だな噂によるとあの子はエミリアの広告の子供らしいぞ バイオラは耳を塞ぎたくなるような気持ちを抑え、ふらつく足で森へと向かって行きました。桶を持って5分ほどで、夕暮れのメビウスの森へやってきました。大きな森で、夜になると本当に悪魔が出そうな様子です。草木の影は長く伸び、気味の悪い化け物のようです。バイオラは心細くなって、この森は、確か9年前、 怖い悪魔が出たんだよね。うん、バイオラは一人、水の音のする水源へと歩いて行きました。水源を覗くと、そこまで見えるほど美しい水が湧き出しています。固定は砂で水が湧き出し魚が泳ぎ、砂が舞っています。ポコポコ、ポコポコ、水の音がする水源でバイオラは水を汲みました。空を見ると、 夕日が沈みそうです心細くなり神様どうか悪魔が出ませんようにチャポン水をくみ上げるとよいしょ水桶を持ち上げましたそのまま歩き出しますが20歩ほど歩いたところで腰を下ろしてしまいました一日中働きづめで疲れていた上 水桶が重くて手が痛かったのです。足元はこぼれた水で濡れていました。う桶が重いな。でも、早く帰らないと。急いで桶を持ち上げたその時です。急に桶が軽くなりました。桶を持つ腕が2本増えて4本になっていました。バイオラがびっくりして振り向くと、夕日を背に見知らぬお姉さんが立っていました。 お姉さんは優しい声でこれは重くて大変お姉ちゃんが持ってあげるねバイオラは驚きましたが恐る恐る桶を手放しましたお姉さんは水桶を持って歩き出しますこの水桶、どこまで運べばいいのバイオラはドギマギしながらえ,えっと私の農家まで運んでくれると嬉しいのですが 歩いて10分ぐらいです。分かったわ。そこまでお姉さんが運んであげるわね。こんなに重いおけいを一人で辛かったでしょ。森の出口が見えてきたところでお姉さんはおけを下ろすと。<laughs> この水おけちょっと重いわね。バイオラはお姉さんの疲れた様子を見て。あ、あの、お姉ちゃんありがとう。 慌てなくてもいいから少し休む。お姉さんは首を振り暗くなってきちゃうから、早く運ばないと。いい。今からおけが軽くなるおまじないを使うけど、それを誰かに話しちゃダメよ。約束できるバイオラはどういうことかわからずポカンとしていましたが、とりあえず。う、うん。誰にも言わない。 お姉さんの手が光って、おけに触れると、おけが一瞬光りました。お姉さんは笑って。さ、軽くなったし、お月様が出てくる前に行こうか。そう言って、輝くおけを片手で軽々と持ち上げました。バイオラは、あっけに取られてただ、お姉さんを見つめるばかりでした。お姉さんは笑顔で。この水おけは、どこに持っていけばいいのかしら。おうちに案内してくれる お姉さんは何事もなかったかのように笑顔で話しました。次回に続く。